F1 出走歴を持つ唯一のチリ人でもある。1978年1979年はブラジル F3 に参戦した。1979年にイギリススラックストンでの F3 レースを観戦した後にヒッチハイクをしているとネルソン・ピケと遭遇した。ピケはサラザールオラルトのロン・トーラナックに紹介した。1980年は F5000 シリーズに参戦、三勝を記録し、ランキング2位となった。ピケと遭遇したことに関して、サラザールは、あれほどの幸運は後にも先にもないと後に、振り返っている。1981年より、マーチから F1 参戦。第4戦3割の GP にて23位で予選を通過し、デビューとなるが、決勝はリタイア。 マーチからは6戦出走したが、決勝進出は、これが唯一となった。第7戦スペイン GP より、エンサインに移籍、第12戦オランダ GP で6位に入り、初入賞を記録した。1982年は ATS から出走、第4戦3割の GP で5位に入賞している。1983年はラムから出走するが、開幕戦を15位で完走した後、続く。 アメリカ西 GP ではリタイア、その後4戦は予選落ちとなり、チームから離脱した。F1 離脱後、国際 F3000 やインスタ、カート、R 等に参戦。特に R ではトップドライバーの一人として活躍した。1982年のドイツ GP ではトップ走行中のネルソンピケに周回遅れにされる際、ブレーキングミスから接触し、両者リタイア。 この際、優勝を不意にされたピケが叫びながら、サラザールに近づき、ピケに突き飛ばされ、蹴られそうになる一部始終が、テレビカメラを通して、全世界に流れることになった。この年、ピケは、マシンの不安定さなどから、予選落ちまでキスほど不調であり、シーズン1勝しか上げていなかった。ドイツ GP は、その中で巡ってきた2勝目のチャンスであり、それを不意にされ起こったとされる。また、 前述の通り元元ピケはサラザールに目をかけた人物であり、そのことで恩をあだで返されたと感じたのでは、との意見もある。2005年にはグランプリマスターズにも出走している。ありがとうございます。